まさかゲーム化すると思わんだよね。<laughs> おはようございまーす。ディラと申しまーす。こちらのゲームはホロライブエラーと言いましてですね。まあなんか結構半年ぐらいもう前からなんか PV とかなんか公式の方々がやってた、やってた。<laughs> 宣伝してたゲームなんですけど、出ましたね。正直言います。出ると思わなかった。<laughs> というわけでまあ、某有名な Vtuber の事務所のホロホロ、はい。<laughs> の、まあ、監修で作ったゲームです。えー、まあ、このゲームをやるやたりね、私ね、もう、そのホロホロの方々とか、いろんなホラーゲーム実況者がこそってやっておりましたが、もうなんとかなんとか見ないようにしておりました。ほんとに。かなりね、もう、宣伝効果がすごくて、YouTube のおすすめにいっぱい出てきたんですよ。とにかく見ないようにしてました。<laughs> なんとか、なんとしてでも見れそうと。剥がれる意志を持ってね、今日やろうと思います。よろしくお願いします。ちなみにホラーゲームに関してはすごく苦手です。よろしくお願いします。おおびっくりしたびっくりすんなよ <laughs> <laughs> おびっくりしたぞもう、もう、もう、どうしてくれんのもう。<laughs> なんでここでびっくりしなきゃいけないのチュートリアル、移動。ね、この通り移動がね、えー、WASD キーで、えー、マウス操作がしている移動。 対象調べるがいい気。<laughs> あ、もうこのようにね、もうパチって言ってむかむか終わったし、むか <laughs> びっくりする。<laughs> 大丈夫かな急に全画面されたら俺もフラッシュゲームみたいに全画面出てきたら俺びっくりするからね。やめてね。いいでゲーム開始。じゃあ行くぞ。おいこれこさっきのよりは彼女は誰全画面、全画面のホラーゲーム。 おぉ。あー動けるおお、<laughs> ちょっと酔わせるな、ね、え、こんなにマウスの感度いいのすごーいマウスを回すと360度この手のゲームって全然やったことないからなわ、新鮮このなんか360度を見渡せるタイプのゲームだ。 新しいゲーミング PC ってすげえなーすげえ。じゃあ進みますか。え、待って、W で、ああ、こういう斜めもできるんだ。ちょっとマウスの感度がすぎてびっくりするんだけど <laughs>。なんか光ってる。あの光ってるものに対して、あ、待って。下にもなんか落ちてたな、今。こっちは落ちてない。下になんかあるで。下向いて、 どうやって、あ、あ、いい手出るわ。いい手を、これを調べると、おな何これ。あー、そっか。そういうストーリーだったっけ <laughs> 公式さんとかで、ね、一応この手のストーリーの話はしとったなーって思いながら。公式さんなんかね、PV 出てますね。はい。だからそこを見るとね、結構わかりやすいんですけど。一応それは全部見ました。はい。えー、っと。 青海高校東海事故の記事。これでいいのか平成、平成の時代やってるわ。令和じゃないんだ。えー、青海高校が、ちょっちょ待って待って待って、一つ言っていいここの区等点気になるどうでもええな。<laughs> ここの区等点警察はガツモリによる爆発事故の校舎東海事故として所有したのが点。この時間復活合ない点が残っている。あ、何あ、これは1名、1ページだけはい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 。これは これは2ページ目とかとある記者の指揮1怪奇現象が多発する山間の町青海町青海 <laughs> ちょちょっと待ってこの丸気になる <laughs> <laughs> どんどん気になっとるやないか <laughs> 私はこの町を取材することになった編集長の鶴の一声で急遽私はこの地方に飛ばされたはた迷惑なことだ丸 六でもないを時川ちに付き合わせる、こちらを見にもなってほしいところだと。っていうことは、記者はもうすでにここに来たことがあるということだ。消火器。消火器になります。なんかこれでさ、武器にしてさ、っていうのはできないか。ホラーゲームのねー、経験ほとんどないからな。まあまあ夕方なんだけどね、今やってんの。外めっちゃ明るいわ。あ、いいって出てるわ。こっちからか。おーやー。<laughs> ちょっとちょちょ待って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 。めっちゃ耳に響くんだけど、ウーンってなるんだけど。耳ウーンなるんやけど、これ大丈夫かなよくなんかさ、あるじゃん。素材か。ビタチ音楽感とかの素材がなったらけど、これがびっくりするかもしれん自分。大丈夫かなあ、あれも光ってる。基本的にはメモを集めて、メモを読んでいこう。そろそろ来るんでしょホラーゲームでビビーの自分。 アイワナの特有のこの動きでビ、ビビる、ってかセーブとかないんだな。あれメニュー開くとかなかったっけ ?ESC キーあ、ESC キーで、あ、でもあれだね。セーブとかないんだね。だから即死とか、そういうのはないみたいですね。まあ他の実況者さんもなんか1時間くらい置いてましたね、このゲーム。うん。じゃあこのまま一本道ってことか。読み進めタイプか。追いかけられて,られてゲームオーバーとかな,ーーとかなそうだね。 はい。これは行き。はい。あ指揮者の指揮。えー、青海高校。よくある進学校だ。嘘だ <laughs> <laughs> あんな進学校あってたまるか <laughs>、えー。え周りは警察が巡回しているが、ただの巡回したは数が多い。私の調べでは、近頃、行方不明になる女子生徒が多発しているさもありな。これでは生徒に取材をかけ、声をかけるのは骨が折れそうだが、怪しまれない程度にやってみよう。 はい、床に落ちてないかなさっきみたいなのああるやんこういうの調べてかな特殊回帰が起こる街1えー青海町上空にて目撃された巨大 UFO その謎に迫る表題の通り深夜の青海町の上空で UFO が目撃された UFO といえば人間を連れ去るという噂自体はよく聞く話であるが 青海町で行方不明が、者が踏めている件と関連している可能性を否めない今の時刻ではないな時が止まってんのか <laughs> 10時、えー、10時ね8分ぐらいかよし開けるよほいおいなんだよ鍵えっなになになに何何うな何 今、う、なに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 ちょっと待って待って、ち,ちょ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 い。今なんか見えたべや。今なんか見えた。今もう棒の、棒。あのー、先駆者がいた。先駆者、うおー、びっくりした、なーにーそんなもう手形、そんなまじまじと見たからってそんな手形つけなくてもいいじゃないですか。 <laughs> そんな、おう、こっちにもついたのか。そんな、まじまじと見たからって、そんなね、もう、小学生のお遊びじゃないんだから、ワーンってつけなくてもいいじゃないですか。<laughs> 何、実況者のトークのために作られたのずっと喋ってるうちにつくみたいな。やめてよね、そういう実況者殺し。んか,かつてあったよ、実況者は。なんかさ、<laughs> 殺すための罠ばっかり貼ったら、こっちはこっちもあってくんのこっちは何もないのか。 ちょっともうこういうびっくりさせるのやめてほしいな <laughs> 一応ホラーゲームなんだよね。これ、分類はホラーゲーム。あの少女を追っていくということではあるんだけど、この主人公は何者なのかもよく分かってないんだけどな。よくあるホラーゲーム設定みたいになっちゃったけど、急になんか落ちちゃったけど。というか、この主人公は記者説あるけどな、普通に。よくある話だったけどね。よくある話だと、この主人公記者だったとか、あそうだけどな。なんかカチャカチャ聞こえるよ。 どこだかどこだろう音。音の根源どこちょっと、そんなカチャカチャしないで。おお何だったんだろう。どっからやったの <laughs> そんなもうカチャ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 しないで。ちょっと、自分がさ、多分、多分一般的な実況者が40分とかで1時間で置いてる中、ちょっとかかりすぎですよっていうせかしかもしれんけど、ちょっとね、やめてあげて、そういうの。僕はゆっくりやりたいの。ホラーゲームゆっくりやらんとね、もうね、あの、産地が持たないからね。 これはおーいなんか今ヒューエヒューエーと、と、とってやった。後ろが来るんでしょ今なんか影見えたれ、ね、外、空を飛んでたれ、ね、<laughs> まさに <laughs>、まさにその名前にふさわしい人が空飛んでたような気がするんだけど、気のせいかな。<laughs> これは調べていいほ、はいおー。えー、っと、先日、青海町で起こった、青海高校の東海事故だが、 不可解な点が残っているとして一部は噂がされている。本当の原因はガスコモー礼かもしれないという話もあるのだが。ほい。なんだこのずーっとなんか、なんかちょこちょこさ、横切ったりさ、カチャカチャするのが増えてきたが、そろそろドタ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 って来てもおかしくないからな。この手のなんか 3D ゲームで来るのは初めてだぞ、俺。今までやってきたのって大体 2D だからね。 上空見下ろしとか。笑うなよ、俺のこと。笑うなよ、そんな、俺のこと。うーん、くすくす、あの人。あの人、今頃このゲーム実況してる全国の実況者が実況してなきゃ。あの人、今、今この時代にこれに実況してる流行りののっそーみたいになってんのかな <laughs> これはあははははは。<laughs> 見覚えある人が多いな見覚えある人ばっかだなあ,あシレットになって消えてった。なんか前回前方に来そう。前方に来るとか。ねえ、今見覚えある人。というか PV に出てた人たちがいっぱいいた。これは調べていいほい。おどうやらある日を境に生徒たちが聞いていくということが起きているようだ。さらにこの学校には、 天候生が来ると不幸が起こるという階段があるようだ。そして数年ぶりにこの学校に天候生が来るそうで、その忘れ,れ学園内は持ち気になっている模様。天候生のせいじゃないでしょ。そんな。<laughs> なんかもう一回ぐらい来そうだけどな。多分この扉、さっきの感覚を生かすとこの扉何かあります。勝手に向こうから開く おー、外したわ。外してしまったわ。予想あれ、なんか上。上、なんかすげえな。あれ、さっきの工程と比べて上違うな。随分なんか上が違うな。<laughs> こっちもか、なんか <laughs>。壊れてんな。うわ、なんかどん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 怖くなっていく。しかも、明かりついてないじゃん。え、こっち、明るかったのに、こっちに何 ほら、光さ、太陽差してないでよ。<laughs> 太陽が差してない。こっちには太陽差しとんのに。おかしい、矛盾だ。誰だ、こなのなとこで文化祭やってるやつは。お化け屋敷で文化祭でもやってんのか <laughs> うおーいびっくりするた。まあ、倒壊してるからね。あのね、一回ちょっとこれ退避した方がいいと思うんだよな。<laughs> ほら、落ちてきたね、みー。 すげえな 3D でこんな、でも落ちてきたと言っても別にブロックに破損ないのな、ここの。<laughs> 落ちてきた箇所のブロックに破損がねえのな。なんか、ずっと砂こぼれてるけど。こんなん崩れてもうバッドエンドまでありえそうだけどな。怖いな俺。な <laughs> に文化祭やってる途中なのかなこっち。紙全部集めてるかな不安だな なんか、飛び飛びになっちゃってる気がする、髪。少しずつ、あギ牛フで進めてよあ、これほい来るんでしょ空飛ぶんでしょ飛ばない。あ、会期はおそろち2になった。深夜の、えー、青海駅で、謎の列車が目的された。髪始めたぞ。<laughs> 一部の、えー、 町民が見たと豪語する列車豪語豪語すんの <laughs> 豪語する列車は聞いたことのない汽笛を鳴らしていたというか審議は不明であるピピーって今からなったりするのかなそれこそ今からピピーってなったりしてくれやんかなこんなんですよーって教えてくれたりしないしないかなんかさーもやかかってない <laughs> すげえもやかかってんだけど消火器使った後みたいになってんじゃんさっきあった ほら、見えなくなっちゃったじゃん。もやだわよ、もや。もやが強くなってるよ。何、消火器巻いたの誰か。進みづらいとか、ハンカチーフで、ちょっと顔を覆ったりとかしない <laughs> ちょっともやがすごいんだけど。なんかあるでしょ。あれ、開いてる。開いたまんま。よく見たら、あそこ。今度は扉を開ける必要すらないと。そんなことが。あれもや空間、こんだけここにだけもやがあるぞ。 ガス漏れってこういうこととりあえずこれを調べるか。なんかありそうだな。なんもないな。あさらにこの事故には不可解な点がまだ開けられている。それは届けられ、出られた生徒名簿と行方不明者が一致していないことだ。ほう。ああれここ真っ暗だけどこっち明かりついてる。よく見たら。ここ真っ暗だけどさ。 こっち明かりついてんじゃん。誰だブラックシートを折ったのは。お、な何なんか今、ウィンドウズバー出てきたんだけど。ウィンドウズバー出てきた。ウィンドウズバー出てきたのびっくりしたんだけど、逆に。ちょっとやめてよ。よし。おー、なるほどね。自分で閉まるときたか。なるほどね。今まで開けられる人生なんて嫌だから、自分で閉まったのか。なるほど。それは理解できるわ。あ、鍵かかってるよ。鍵はない。 鍵がかかってます。なら右から。右から。いけない。これはね、後ろ向きますよ。ふいっおれ <laughs> そこ開くんだ。おお、初めて教室の中に。あれブラックカーテンやっぱ、黒い画用紙敷いてたんだ、誰か。誰か黒い画用紙敷いてたんでしょう。あれあれいけなくなってるちょっとちょっと。 行けなくなったんですけど。戻れないんですけど。戻してー。<laughs> もう、意地でもこっちに引き寄せられる。なんか、何か吸引力あんのか。<laughs> あれ、吸引力あんのか、ここ。行けねえんだけど、もう。<laughs> もう絶対に心部屋に入れるという意志を感じるわ。はい。なんかよくいうのか。おー、いやーかわいいね。あ。ちょっとーおーおー,おーすげえかわいい。 かわいい子見た瞬間。あ、窓ガラスが割れたのかすげえもう、彼女を見た瞬間、心の高鳴りがここまで来てしまったのか。<laughs> やばいバレちまったかもう。やばい、バレちまった。あ、かわいいなぁと。この子かわいいなってキュンってした瞬間、もう心の高鳴り。今のはあんまびっくりしなかったのね。<laughs> やばいわ、もう、キュンってしちゃったわ。もう、心の高値はここまで来るとな。もう窓ガラスを突き破るほどまで心の高値が来ると。バレちまったかー。俺が相当のホロホロ好きと。悪いなー <laughs>。で、向こうが開いてると。てか、窓ガラスこんだけ割れてさ、主人公、痛いとも何度も。ほらああ、痛いとか言わないの <laughs>。普通に窓ガラスこうやって割れたら痛いだろう。どんどん壊れてくよ。学校。あ、赤いついてる。 いやもやだもやで見えなくなってる今度はここもなんかあ今度は言ってたように黒いとこが増えてるぞさっきさっきのとこはさあそこは上は見えてたのにこっち見えなくなってるこっちは真っ白になってる今度はなんだ <laughs> なんだもん何もさ <laughs> どんどん教室の中が見えるかってことおお地震だやばい先ほど見た彼女のことがまだ思いまだおおなるほど地面が割れるんだ こ,こにおろ <laughs> いや死んでるよこ,この位置は <laughs> いやいやいやもう完全に今の愉快犯なんだよなまモヤがすげえ言ってたらそんなふざけたこと言ってたらモヤがすごくなってんだけど <laughs> どう見てもこの位置は死んでるぞ主人公 <laughs> 主人公、もう落ちてるし、ガラス食らってるし、もう死んでるぞ、お前。多分、この位置は。<laughs> 実球者に予期してない動きしてるかもしんないけど、これは死んでるぞ、お前。あー、悪けんだ、別に。どん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 崩れていくぞ、んで。うわ、な、もう細かいな。一つ一つ崩れていくけど、天井は何もないのか。なんか、カラ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 と音が聞こえる。 走るとかないから別に急ぐ必要はないと思うんだよね。まあ、ただ今の主人公は確実に死んでたな、今。モヤがかかってて全然見えない。ガンマチのせいじゃないよね。あ、ちょっと晴れてきた。時がたとちょっと晴れる。うわ、でかっ、穴。でもこの上通れるんでしょおーい。あ、待って、ちょっと、ちょっとなんか当たり判定ある。<laughs> さすがにちょっとここの上は全部歩かせてもらえないのね <laughs>。そうや、メモさ、見逃してないから大丈夫かな。これに集中してて全然メモ見えてないような気がしてきたな。メモも白いからね。笑うなよ、俺のこと。をそうやって。そうやって笑わないでくれるそうやってね、世の中ね、笑われるだけでね、ちょっとね、感じちゃう人もいるんですよ、きっとあ。あの人、全然進んでない。やめてよね、そういう調子。 そういう実況者に対する調子はよくないよでもよく考えたらそういう笑いボイスだけでねあのー、人気を取れる人もいるからねあのー、いいと思います僕は見て見てあの人落とし穴の上を歩こうとしてるよって感じで待ってどんどん笑い声大きくなってない笑い声どんどん大きくなってないで適当にダブルキスを進むあでもメモが見つかってないな 目も見つからんままでいいのか <laughs> あなにフェードアウトした <laughs> おなんだ <laughs> うん何してんのなんでなんでしゃがみ込んでるのあ